経営学、時事解説、人材育成、ビジネスメソッドをあなたに届ける新時代ストラテジーチャンネル。はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は行動する理由というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。で、最初にお知らせを1点させてください。あと8日後の11月28日水曜日夜8時に新プロジェクトの方をメルマガ読者さん限定で発表させていただきます。もし内容に興味関心があるということであれば、ぜひこの機会にメルマガのご登録をお願いいたします。そしてですね、もしメルマガを登録していただいた場合は、3分以内にメルマガのご登録ありがとうございますという返信メールを送らせていただいています。そちらのメールがですね、迷惑ホルダーまで含めて届いているかどうかのご確認まで、お願いいたします。はい、ということで今回はですね、行動する理由というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。人はどういう時に行動するのかということですね。で、大きくは3つの場合に行動をするという話です。1つは好きですね。好きだから行動するという、 こう感情的な理由ですね。好きだっていうふうに感じるから、その好きだという感情に基づいて行動をするというのが一つですね。で、次は得ですね。得っていうのは得をするとか損をするとかっていう得、損得の得っていうことになりますけど、ね、得だと思うから、ね、それをやった方が得だと思うからやるという、こういうこうね、合理的な論理的な理由というのが2番目にあります。そして最後はね、やりがいを感じるからやるという、理由ですね。で、やりがいを感じるからやるという良心的な理由、良心というのは良い心ですね。良心的な理由というので人は行動をするということになります。ね、人は大きく3つの場合に行動する、すなわち好きだと感じるから、ね、行動するという感情的な理由ですね。そして得だと、それをやるのは得だというふうに思うから行動するという論理的な理由、そして最後は、ね、やりがいを感じるからやるという、その良心的な理由というのがあるということですよね。だから人を行動させる原動力っていうのは感情と論理と、そして良心というものになるということです。で、この3つっていうのは、まあ、均等ではないんですよね。で、人は3分の1ずつで、ね、感情で3分の1で行動して、ね、論理で3分の1で行動して、そして良心で3分の1で行動するということはないんですね。まあ、はっきり言ったら 99% は好きだという感情的な理由で行動をするわけです。ね、それをするのが好きだと、ね、それをやりたいというふうに感じるから行動する。まあ、そのね、1番目の好きだからやるという理由が、まあ、99% ということですよね。まあ、反対のことを言うならば、嫌いだからやらないというのが、まあ、99% ということになるということです。なので、まあ、人は基本的には論理の生き物ではなく感情の生き物であると、人は論理の生き物ではなく感情の生き物であるというふうに、まあ、言ったりするわけですよね。まあ、基本 99% を人は好きだからやる、嫌いだからやらないという、この好き嫌いというもので、ね、行動をするとかしないっていうのを判断しているということです。で、そして社会っていうのは人の集まりですよね。社会っていうのは何でできてるんですかって言ったら、人の集まりでできているわけですから、人がまあ 99% は好き嫌いで物事を判断するというのであれば、当然社会も 99% 好き嫌いというもので判断するということですよね。ですから人っていうのは短期的には感情で動くんですよ、ね、本当に今日とか1週間とか今月とか3ヶ月とか半年とか1年ぐらいですよね。まあ、これぐらいだったら、まあ、人っていうのは感情で動くということになります。ね、今日何しようかなと。ね、っていうのは、まあ、今日何したいかなって言ってるのと同じですよね。今日何しようかなっていうね、今週何しようかなっていうのは、ね、今週何がしたいかなというふうに考えてるっていうのと同じということです。基本人は好き嫌いという単、ね、理由で動く。だから短期的には人っていうのは感情的に動き、そして社会も、ね、人の集合体である社会も短期的には感情で動くわけです。ね、つまり合理的ではないということです。ね、論理的な、ね、動きというのをするのではなくて、感情的な、ね、上下の上げ下げっていうのをしていると、ね、そういうふうに変動するということですよね。
ところがじゃあ 100% 好き嫌いかって言ったら実はそんなことはないんですよね。 100% 好き嫌いかって言ったらそんなことはないんですよ、ね、たとえ嫌いだっていうことだったとしても人はやるっていうことがあるんですね。それなんでかっていうと、一つはそれをやるのが自分にとって得だというふうに思った場合ということです。ですから、ね、人っていうのは短期的には感情で動くんですけど、中期的には、ね、中期っていうのはもうそれからこそ2年とか3年とか5年とか、まあ、それぐらいの中期的には、ね、人っていうのは論理的に動きます、ね、なので、嫌いだけどやるってことはあるんですね。でそれが明らかに得だと、ね、それをやった方がいいと、ね、合理的である論理的である得だというふうに思うのであれば、人は、ね、嫌いなことだったとしてもやるということがあるんですね。なので人っていうのは中期的にはそれこそ数年間とかっていう中期的には論理で動きますから、損得で動くので、社会っていうのもね、社会っていうのは人の集まりですよね。人の集合体ですから。なので社会っていうのも中期的には論理で動きます、ね、短期的には感情で動いて、ね、上げ下げっていうのがすごく上下変動が大きいので、なんかね、全然こうね、理不尽な動きをするように見えるんですけど、実は結構ね、人にしても、それこそ世間にしても、もしくは市場にしても、まあ、当てになるんですね。極めて論理的に大体ね、5年後10年後こういうふうになってるっていうのは大体推測することができるし、大体その推測の範囲内に入ってきます、ね、損得で動く、論理的に合理的に動くってことであれば、これは頭でね、仮説を立てて考えることができますから、大体ね、ばらつきがあったとしても、まあ、これぐらいの、ね、結果が出るんじゃないかなっていうと、大体5年10年でいくと、ね、それ本当にその範囲内の結果というのが出てくるということですよね。だからその世間っていうのはすごく当てになるんですよ、ね、そして市場っていうのは非常に当てになります、ね、だからやっぱりね、例えばいい商品を提供している企業っていうのは、ね、その3ヶ月半年1年ぐらいだった場合は、ね、いろんな結果が出るかもしれないですけど、まあ、その企業が提供している商品サービスっていうのが本当に価値があるものであるということであれば、5年10年経っても評価されてないってことはまずないということですよね、まあ、確実に評価されているということになります、ね、だから人っていうのは短期的には好き嫌いで動く、で中期的には論理で動くんですね。でところが、ね、じゃあ、ね、人っていうのは嫌いなことで自分が得にもならないことだったとして、ね、行動しないのかって言ったら、実は行動することがあるんですね。人は好きでもない、そして、ね、得にもならない、だけど行動するっていうことがあったりするんですよ。それはなぜかっていうと、人は感情の生き物であり論理的な生き物でもあるけれども、良心的な生き物でもあるからなんですよね。生まれながらに良い心というのを備えているわけです。ですから、ね、人っていうのは、ね、結局ね、その道徳的に善なのかどうか、本当にこの時この瞬間何をするのが正しいのかっていうことで、ね、行動を選択する場合もあります。そして、ね、人っていうのは長期的には、ね、長期って言ったらもう10年20年30年もしくはもっとその先ですよね、30年以上先のことを考えると、実は人っていうのは良心的に動いているということが見えるんですね。やっぱり本当にその自分の心に反した、ね、その生き方っていうのはしないということになるわけです。たとえそれが好きだと、なんか自分の快楽が刺激されるってい う, こう好きだというふうに感じたとしても、もしくはね、これは明らかに自分はそれをやることは得になるというふうに思ったとしても、ね、実はやらない場合もあるし、ね、はっきり言って嫌いなんだけど、そしてそれは決して自分は得にならないんだけど、しかしやると、しかも続けるということをやったりするんですね。でそれはもう単純に、まあね、人は良心的な、その生まれながらに良い心というのを備えて生まれてきているので、まあ、そういう行動を取ったりすることもあるということですよね。だからまあ会社だったら、まあ、理念というのがすごく大事で、まあ、理念経営と、ね、理念というものが結局その人に、ね、その行動をやる意義というものを感じさせ、やりがいがあるからやるということをやっていくということになるわけですね。でそうした時に、ね、人っていうのは、ね、その判断を迷う時もあるんですよ、ね、要するにこう好きだから行動するっていう感情的な生き物でもあり、ね、それをやることが得だから、
ね、得だからやるっていう、ね、論理的な生き物でもあり、そして、ね、それはやりがいを感じるから、ね、それはやるべきだから、ね、だからやるという良心的な生き物でもある。でそうすると基準が3つありますから、ね、この時この瞬間どうした方がいいのかっていうことを迷うって時もあるんですね。ね、だから好きだからやった方がいいのか、得だからやった方がいいのか、それとも正しいからやった方がいいのかっていうことが、ね、迷う時っていうのはあるんですね。でその時は、ね、もし迷った時はできるだけ遠くを見るというのが、ね、人生をより良くしていく、まあ、方法ということになります。つまり今日とか今週とか今月とか1年後とか3年後ということではなくて、ね、10年後20年後30年後というふうにこう遠くを見ていくということがすごく大事なんですね。でそうした時にその人が本当に幸せでなおかつ経済的にも成功しているっていう本当のその幸せと成功の両立っていうのを図る、そういう最高の人生を送れるかどうかっていうのはこのね、どれだけ遠くを見ながらどれだけ自分の良心に従いながら生きているかっていうことにつきます。それを本当にいざね、自分が迷った、この時この瞬間どういう意思決定をした方がいいのか、この時この瞬間どういう決断をした方がいいのかというのを考えた時に、ね、短期的だったら好き嫌いなんですよ、ね、今日何食べるって言った時に自分が好きなものを選びますよね。短期的になればなるだけ好き嫌いという感情で選択します、ね、で少し長いスパンになると、例えば1ヶ月とか3ヶ月とか半年とかっていう、ね、スパンになると、ね、これが論理、ね、それをやることは自分にとって得なのかどうかという判断になるということですよね。ですけどもうそれがもうね5年10年20年と、ね、すごくこう遠くを見据えた上で意思決定をしようとする、決断をしようとすると、人っていうのは良心的に、ね、それをやることが正しいからということで、ね、良心的な、ね、道徳的な判断っていうのをすることができるんですね。だ迷った時はできるだけ遠くを見ると、いかにその遠くのために今この時この瞬間は何を選択するべきかっていうことができるようになると、その人は幸せと成功というのを、ね、両立させた最高の人生っていうのを作っていくことができるんですね。で実はね、良心っていうのはすごく簡単なんですね。良心による選択っていうのが複雑ってことは絶対ないんですよ、ね、ものすごい難しいことを選択するってことは良心の声に従って、ね、選択するっていう時に、ね、難しいことを選択するってことは絶対ないんです。良心って本当に、ね、ものすごくこう簡単なシンプルな、ね、答えっていうのを思いつくんですね。人生で大事なことってそんなに難しくなく、それこそ幼稚園生でも言葉としては知ってるような、本当にだ、ね、簡単なことなんですね。人生を難しくしているのは良心ではなくて頭なので論理なんですね。論理はどこまでも複雑になっていきますけど、しかし、ね、論理が複雑だと訳が分からなくなる、ね、その時っていうのはね、まだちょっとこうね、物事の考え方がこう、ね、視野が狭いというか、考えている期間が短期的すぎるんですね。ものすごく長期で見ると、ね、本当に自分の人生において大事な決断っていうのはすごく簡単な、すごくシンプルな結論になると思います。で極論、ね、その人が本当に幸せでなおかつ経済的にも成功する、幸せと成功っていうのはなんかね、どっちかを取る二者択一ではなくて、どっちも取れないかどっちも取れるかっていうことなんですね。幸せと成功っていうのはどっちかを取ったらどっちかが取れないってことではなくて、どっちも取れないかどっちも取れるんですよ、基本的には。でそうした時に、ね、良心に従う、良い心に従い、この時この瞬間何が最善かっていうのを選択、行動する時の基準にしている人っていうのは、ね、短期的にはいろいろあるかもしれない。なんか生き方が不器用とかね、ちょっとね非効率だとかね、そういうことがあったとしても、長期的には必ずその人は幸せと成功を両立させた最高の人生っていうのを送っていくんですね。じゃあ良心的に生きるって何なんですかって言ったら、これはね本当に究極的には一言なんですよ、ね、良心的に生きるっていうのは究極的には一つなんですね、一言なんです。それは何かっていうと、最も大切な人を最も大切にすると、最も大切な人からも最も大切にしてもらえるということです。最も大切な人を最も大切にしていると、最も大切な人からも最も大切にしてもらえると、もうただそれだけなんですね。
それをとにかくぶらさないということなんです。ね、で本当にね、その人にとって最も大切な人だと、本心本音ですよ。でそれこそ、ね、あの表面上の感情とか頭の論理ではなくて、本心本音、ね、本当に心の奥底から相手がね、最も大切な人なんだったら、絶対にその人はその最も大切な人と一番に、最も大切な人に対して時間を一番ね、多く投資してるはずなんですね。その人は一番多くの時間を、ね、自然と投資してるはずなんですよ、ね、結局人生というのは自分の心の投影ですから、人生というのは自分の心の投影なので、相手のことが本心本音、心の奥底から一番大事な人なんだっていうのであれば、自然と人生において最も大切な人に対して自分の時間を一番投資しています。自然の結果として、心の繁栄としてね。でそれと全く同じで、もし相手が自分にとって最も大事な人で、それが本心本音、その頭のレベルの、ね、口先だけではなく、本心本音で心の奥底から、ね、相手のことが大事なのであれば、自分のお金を一番その人に対して投資をしています。ね、だから最も大切な人だっていうのが頭のレベルではなくて本心本音のレベルだった場合は、自然と本当に大事だからこそ相手に対して自分の時間を一番投資しているし、本当に大事だからこそ相手に対して一番お金を投資しているはずなんですね。ところが、いや自分にとって一番大事な人はこの人ですと、ね、自分にとって一番大事なのは親ですとか、自分にとって一番大事なのは奥さんですと、自分にとって一番大事なのは旦那さんですと、自分にとって一番大事なのは子供ですと、自分にとって一番大事なのは社員ですと、自分にとって一番大事なのはお客様ですと、いろいろ口で言っていたとしても、実際にその大事な人に対して、ね、時間をあまり投資していない、もしくはお金をあまり投資していないということであれば、その人は嘘をついているということになります、ね、その嘘をついて意図的にわざと嘘をついているかどうかは別としたとしても、本心本音からその人はその人のことを最も大切だと思っているわけではない、頭の理屈で頭で考えているだけということなんですね。人生というのはどこまで行っても心の投影ですから、心の結果が人生になっているので、本当に本心本音で相手のことが、ね、自分にとってね、一番大事なのは親なんだということが本心本音であれば、親と一番時間を共有し、親に対して一番お金を投資しているはずなんです。自分の本心本音が、ね、奥さんだと、ね、自分にとって最も大事な人っていうのは奥さんなんだということがあるならば、ね、自分の人生の時間っていうのは奥さんに対して一番時間を投資してるはずだし、お金も奥さんに対して投資してるはずなんですね。ね、それが旦那さんだっていうんだったら、旦那さんに対して一番時間を投資し、お金を投資してるはずなんです。子供だっていうんだったら、子供に対して一番時間を投資し、お金を投資してるはずなんですね。それが、ね、例えばお客様だっていうんだったら、お客様に対して一番、ね、時間を投資し、そしてお客様が実際にお金の面で豊かになれるような何らかの貢献っていうのを一生懸命してるはずなんですよ。もし自分にとって最も大事なのは社員なんだということであれば、ね、それが本心本音だということであれば、社員さんたちに最も自分の時間を投資し、そして一番お金を投資している、まあ、例えば給料を、ね、高い給料を与えているとか、まあ、そういう形で、ね、反映しているはずなんですね。それをやっていれば、だから、ね、世界の人にとってみんなに共通でこの人が一番大事っていうのはないんですよ、ね、私にとっては親ですと、私にとっては奥さんですと、私にとっては旦那さんですと、私にとっては子供ですと、私にとってはお客様ですと、私にとっては社員ですと、私にとっては取引先ですと、いや私にとっては株主なんですと、まあ、それはね、人それぞれだったとしても、それが本心本音であれば、ね、みんなバラバラの人が最も大事な人ということになるわけですよね。で、そしてその最も自分にとって最も大事な人っていうのを最も大事にしている。で、それは自分の良心の声に従ってるってことですよね。自分の心の良い心っていうのに従ってるってことになりますけど、自分の良心に従っていて、ね、最も大切な人を本当に最も大切にしているならば、それは本当に口先だけではなく、実際に自分の時間をその最も大切な人に一番投資し、そして最も大きなお金、たくさんのお金を最も大切な人に、ね、結果として投資していたならば、
相手からも、要するにあなたにとっての最も大切な人からも最も大切にしてもらえてるはずなんですね。そうすると幸せになりますよね。ね、幸せなんですよ。で、自分が最も大切な人から、ね、相手からも自分を最も大切にしてもらえてるわけですから、ね、これは間違いなく幸せなんですよね。そうするとやっぱりその人って信頼できるんですよ、ね、一番大事な人から一番、ね、大事にしてもらえてる人っていうのは、あ、この人は人間として、ね、しっかりした人なんだなと、信頼できる人なんだなと、この人にとって一番大事な人からすごく、ね、大事に思われてると、信頼されてると、そういう人っていうのはやっぱり他の人から見ても、ね、信頼できる人なんですよ。だから、ね、だん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 その、ね、影響力っていうのが大きくなっていくんですね。いや、あの人は信頼できると、ね、いうことで影響力が大きくなっていくわけなんですよ。だから結局本当の意味で幸せな人っていうのは絶対に社会的にも成功していくんです。だから幸せと成功っていうのは、ね、切り離されたものでもなく、どちらか一方を取ればどちらか一方が取れなくなるものでもないわけなんですね。本当にその人が幸せで、最も大切な人を最も大切にしているからこそ、最も大切な人から最も大切にされているような人っていうのは、必ず社会的にも成功していくんですね。それぐらい良心の声っていうのは簡単なんですよ。ものすごくシンプルなんですね。それさえきっちりできていれば、ね、一番時間がかかるやり方だったとしても、結果的にその人っていうのは幸せと成功を両立させた最高の人生っていうのを歩んでいくことができるということです。ですから人っていうのは大きく3つの、ね、理由で行動する。好き嫌いという感情、ね、損得という、ね、論理、そして、ね、善か悪かっていう良心に、3つの選択の基準があって、この3つっていうのがバラバラなので人は時として迷うんですね。ね、好きだ、だからこれをやろうとか、ね、得だからこれをやろうとかね、これはやることが正しいことだっていうことでやるというね、こう基準がバラバラで判断材料っていうのがバラバラなので、どれを選択していいのか迷うっていうことがある、決断に迷うっていうことがあるんですけど、もし本当に幸せと成功を両立させた最高の人生を歩んでいきたいということであれば、迷った時ほど遠くを見るということです。5年後、10年後、20年後、30年後というのを見るということです。そしたら絶対にそのね、頭の複雑な論理にごまかされないです、ね、人生っていうのはね、複雑だと難しいとね、すごいね、たくさんね、いろんなね、難しい言葉を知らないといけない、専門用語を知らないといけないとかっていう時は両親の声が聞けてないんですよ、ね、それは頭の理屈論理でね、なんか物事を判断しようとしてる、ね、そういうふうに言葉とか数字で判断しようとしていると、言葉とか数字に騙されるんです、ね、人生っていうのはそんなに難しいものではないし、そんなに複雑なものでもないんですね。その複雑にしてるのは頭であり論理なんです、ね、本当にね、自分が最高の人生を歩んでいきたいということであれば、迷った時ほど遠くを見るということです。迷った時ほど遠くを見る、そしたら最も大切な人を最も大切にする、実際に自分の時間を一番、ね、相手に投資し、相手に対して一番お金を実際に使ってあげるということですよね。そしたら絶対に相手からも自分を最も大切な存在という形で接してもらうことができます。そしてそれを続けていくと、やっぱりその人が醸し出す雰囲気というのがありますから、ね、あの人は信頼できると、なぜなら、ね、あの人は本当に最も大切な人を最も大切にしてるから、最も大切な人からも最も大切にしてもらえてるっていうのが、やっぱりね、こう人柄とか雰囲気とかでこうにじみ出てくるんですよね。そしたらその人っていうのはやっぱりね、信頼できる人だっていうことで、ね、だん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 その影響力っていうのが大きくなり、結果的には社会的にも成功していくことができるということです。だから行動する理由は3つある。問題は、ね、その3つのどの基準で行動をするかと、それによってその人が得る人生っていうのは全く変わってくるということですよね。もし、ね、自分が意思決定をする、決断をするというのであれば、どれだけ遠くを見ることができるかということです。自分は5年後、10年後、20年後のことを考えて、一体どういう選択をするかなというのを考えて、ね、とにかく自分一人で、ね、自分一人の時間で、ね、その両親の声ですよね。外部からの刺激ではなく、両親の声、内から湧き上がってくる感覚ですよね。なんかモヤモヤしてるときは、ね、外れた道に行こうとしてるし、ね、両親の声に従おうとしてるときはスッキリするはずなんですよ。なんか心がふって軽くなったような、スッキリした感覚があるはずなんですね。
だから絶対わかるんですよ、両親の声っていうのはね。なんかモヤモヤするなっていうのは、それね、道が外れようとしてるし、なんかね、すごくすっきりしてると、ね、なんか心が軽くなった感じがするし、なんかふっとこうね、すっきりした感覚があるときっていうのは、正しい方向に向かおうとしてるということですよね。そういうこうね、長期的な視点で、ね、両親に従うというね、判断をし続けていると、その人は必ず幸せと成功の両立を果たしながら、最高の人生を歩んでいくことができるというお話です。はい、今回の動画ですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして最初にお知らせをさせていただきましたけれども、あと8日後の11月28日水曜日夜8時に新プロジェクトの方をメルマガ読者さん限定で発表させていただきます。もし内容に興味関心があるということであれば、この機会にメルマガのご登録をお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。